糖分の塊、配信中だけ許される。もう映画とか見てる時には飲まんようにする。配信中はゆっくり飲ませてくれ、頼む。やばい、今パッと見たけどやばかったしな。炭水化物 24.3g、 これだけでだよ、これだけでだよ、やば。カロリーは少ないんだけど炭水化物やば、ほぼ砂糖やん。これ砂糖飲んでるのと一緒。これは野菜棒。おい、ちょっと待って、これ犬用やん。おい、なんでおやつエリアに置いてあんの。おい、犬用じゃん。母さん、これ犬用？半分ぐらい食ったよ。犬用のおやつ食ってたわ。やめて、安尾。ちょ、わからん。ちょっと。英語わからん。マジでむずい。本当にわからん。言ってる意味ガチわからん。1配信3回のうちの1回目です。これは、安尾。そう、おさらいをすると、シャルーシに、そのね、安尾は1日3回までにした方がいいよと。その1試合1試合集中できるし、その次があると思ってやるチャンプではねえと言われたんで、俺はそれ聞いてね、納得したんでね。だからこの条例を作りました。1日3安尾。今まで俺がやってることって逆だったんだよ。その地味なチャンプ。例えばマルザハールとかを1日1回までね。違う違う。テクニカルチャンプこそ、回数制限を設ける。だからこれ、この試合ガツッと集中するわ。ちょっとお腹痛い。何これ、なんで試合が始まるとお腹痛くなんの。ドッグフードか、今考えたら。犬用って別にお腹痛くなるとかのやつじゃねえけどな、多分。こっち、よーし。お前の余計の癖を読んでる。俺はぶねえ、危ない、全部危ない。よっしゃー、ナイスナイス。デコキヘルスをおすすめします。都内のデコキヘルスは外れが少ないです。年末接触がなく女の子側のハードルが低いようで、かなり可愛い娘が多いです。しかも事務的に冷たい視線でしごいてくれる娘が多いので背徳感があります。30分3000円くらいで非常にリーズナブル。うわーやるなお前、やるな。凱旋。あいやあー、楽しい楽しい。これだから安尾やめられん。あー、やめた。1日3回とかもうやめた。ずっと安尾する俺。はあ、あー、楽しい。だからザックと一緒にこれロームしたい。ナイス、いいね。ここにピンク置きたい。めっちゃめっちゃここにワード置きたい。レースにワードが欲しすぎる。あー、できなかった。5キルやん俺、大丈夫か。ドラゴンか。石町。エアブレー。ナイス。やば。いや、勝てる勝てる。だいぶよ。まあ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 、でも。で、まあまあ、大丈夫、大丈夫よ。大丈夫かな、それ。ちょっと危ないかもしらん。カルマも来るぞ。
いい入り、いい入り、すごく好き、すごくかっこいい、ナイス、オッケーオッケーオッケー、ナイスナイス、うん、切り替えよ切り替えよ切り替えよ、これちゃんと拾えれば問題ない、全然勝てる、勝てるまであるか、ワンちゃん勝て、くっそ、待って待って、オッケー、全部外したわ、ナイス、いい CC、 いい CC、 あー楽しい、あー好き、味方が好き、うおほー、楽しい、たまらん、ナイスナイス、8キルか、オッケーオッケー、わかりました、もうちょっとザックがおると楽しくてしょうがないぜ、いいよ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 、ヘラでやってっかんね、これ一番強いタイミング、最強、この時間が影響力を出すと覚えた、スタンビは多分なんか忘れてんだよね、ポカン、その 何かを忘れてるとき気づいたりするの言ってほしい、多分なんか忘れてる、あ、便利だわ、確かにお腹痛いんだった、今じゃないな、今前行くのはちょっと違うな、オッケー、トップでファイトとかが起こったら俺エイトロックスと 1V1 して、オッケー、来ないか、まあ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 、2人来てやったし全然いい、はっ、このゲーちょっと待って、なた強い、このオッケー、いや、ぶれ、よっしゃー、オッケーオッケー、 EQ フラッシュミスったけど、まあ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 、うん、まあまあまあ、ザコベイト、あいつ野草できんのじゃねと思わす、ここで最強だろう、そこは、はっ、11、12、なるほど、おやすみ、お行っちゃっていいんじゃない、あ、ウルトねえのか、エンド行ってやな、俺もあんなザックがしたかったんだけどな、こんなザックが、僕は、楽しくなってる、楽しくなってるけどさすがになんじゃないか、カイトされそう、タワーしてるあそこ、お前は、おい、瀬戸病が出てる。行きたくなっちゃう、病。
わかるけど、ヤスオが文句言う、文句言えんけど、ヤスオが人に。でも、今のは。殴れた。青うわ、危ねえ危ねえ、飛びそうになった。危ねえ危ねえ、ぐっちゃぐちゃ。どこにいんの俺、分からん。ジージやりやすかった、この構成本当に楽しかった、たまらんかったぜ。ジージ